てられおっさんと邪神様の異世界開拓生活、スローライフと村づくり、時々ぎっくり腰、をレビューします。漫画家の人の前作、知らないうちに打ち切られてて草生えますよ。なお前作のコミカライズはサイクソ作家による、私、能力は平均値でって言ったよね。の、謎のスピンオフ作品である、私、日常は平均値でって言ったよね。のコミカライズですね。何それ、どこに需要があるの、と本気で思わざるを得ませんが、つまり需要がなかったから打ち切られたのでしょうね。と言っても4コマ形式だったので、早期打ち切りは仕方のないところなのかもしれませんね。鬼畜ロリ養塾エロ漫画家の野際楓先生も、本編の5000倍は面白い4コマスピンオフ漫画を連載していたのですが、全3巻ですからね。まあ野際楓先生の方はブルーアーカイブのコミカライズ担当になってクソなローから脱却をし、ちゃんとキャリアアップをできたようですがね。なお普通にエロ漫画を描いた方が面白い模様、本作の漫画家、キャリアアップ云々以前に絵がね、画力が低すぎて商用レベルにないで、それでは裏筋から、何やら邪神当然女にダメ人間であると煽られている男は考えていた、どうしてアリは自分の人生に疑問を抱かないのか、ああ俺もアリになりたい、でもアリってリストラとかあんのかな、多分ブラックだよなー、アリだけに、かっこ原文まま、いきなり頭が痛くなってきた。原作者の自分は文章力があるんですよアピールが濃すぎて、結局何を言いたいのかがわからなくなっている感じがまさにクソなローって感じですね。邪神と人間との圧倒的な力の差をアリに例えたのかと思いきや、別にそういうわけでもなく、力で蹂躙をされる側であるアリになることを望み、一方でブラックなのかなとすぐに思い直してなりたいのかなりたくないのかどっちだよと、終始一貫して一貫性がないのがすごいですね。コミカライズで原作の文章を出すと大体このように、クソな老作家由来の知的レベルに合わされてしまうので他の漫画家はしないようにしましょうね。さて3時間前、異世界勇者召喚の術式に巻き込まれたことで王の前に召喚をされ、しかしながら所有スキルがぎっくり腰に不健康という初めて見るレベルの呪われスキルであり、普通に勇者にとって害にしかならないので元の世界には返せないし追放されてしまいました。だが当分生活をできるだけの金は渡されたのでウッキウキで歩いていると、汚いクソガキに金を全部ひったくられました。クソガキが、助けてー、さらわれるー。と、叫んだことによって非常に身なりが綺麗である主人公のおっさんはイケメン騎士に殴られてしまい、荷物を取られたことを通行人が証言してくれるも、しかしながら所詮は移民であるっぽいので特に謝られることもありませんでした。身分証も一緒にひったくられたので王城に問い合わせてくれれば身分の証明ができると、ちゃんと言ったところさらに兵士の集団から殴る蹴るの暴行を受けてしまいました。移民の分際で、王城に確認をしてくれと言ったことが不遜だったんだってさ。そして町の外に放り出されました。いろいろ突っ込みどころがあるのですが、まず兵士たちのこの程度の食料意識の低さと治安レベルで、身なりの悪い明らかにスラム暮らしのクソガキを一方的に信じるとか意味がわからないし、ひったくりと兵士が癒着していてわざと大人を殴ったのかと思ったら別にそういうわけでもないし、身なりがいい移民とかいう下手すると別の国のお偉いさんである可能性もあるやつの言い分を、一切聞かずにしかも王城に問い合わせろという爆弾発言を無視してリンチして放り出すとか、いくら治安と人権と道徳が中世レベルだったとしても相当頭がいっていますね。まあ本当に王城に問い合わせていたらおそらく王城側は最初からいなかったものとして扱うので、普通に王家侮辱罪で死刑になっていたとは思うので、総合的には運がいいのかもしれません。そんな作者は頭が良くて時代背景を考えているんだぞと言いたいんだろうなという予想を立てつつ、草原に放り出されたおっさんの元に女がやってきました。最初から草原にいたのではなく、城の中町の中とずっとおっさんの視界ギリギリ内にいた女であるようだったぞ。どうやらおっさんはダメ人間であるがそっち方面の才能はあるようだったので、邪神である彼女の神官となり彼女を信仰する村を作れと命令をしてきたのだ。そんなわけで異世界召喚に巻き込まれて追放をされたダメ人間であるおっさんと、邪神様による村作りスローライフが始まったのであった。
というところで第1話が終わりましたね。とりあえず作者の頭がいいアピールと話の都合のために頭を悪くしている部分が、水と油のように見事に反発し合っていますね。途中で言いましたが、本当に中世レベルだと、小汚いガキとか人権がないに等しいので、そもそも衛兵が話を聞くわけがないんですよね。それでもなおクソガキの言うことを衛兵が聞いたのは、主人公をリンチして追放をするために、無理やりそういう展開に持っていったからですね。始まりの部分が作者の都合であるので、その後の描写もまた作者の都合に合わせたものとなってしまっていて、世界の方に歪みが生じ、結果として身なりのいい人間を衛兵が集団でリンチするという話になっているんですね。このあたりの作者の話の進行願望と頭の出来をちゃんと融和させている作品でないと、どうしても話がクソ化してしまいますね。つまりはクソですね。と言ってもスラムのクソガキに荷物を取られて衛兵がやってくるという展開において、本当に理にかなった行動をさせようとすると衛兵がそのままクソガキを半殺しにして路上放置の後、おっさんを通常リリースするしかなくなるので街の外に追放をすることができないんですね。これはとにかくおっさんを街の外に追放をしたいという作者の話の進行願望が先行していて、他の部分に無理が生じている最たるものですね。おっさんの追放をしない場合であれば、ちょっとスリを捕まえてほしいと衛兵に依頼したら、目の前にクソガキが半殺しにされて放り投げられ、この異世界モラル低すぎー、と現代日本との違いとこの世界の危険さを認識できるという、現代と異世界の文明レベルの差を実感できる描写にすることもできるんですよね。まあこれクソな老なんで、そのルートを取った場合はそのスリのクソガキは実は毛もみみ美少女で、風呂に入れて身だしなみを整えたら中性心セックスのうなほがゲットできるという流れになり、どっちにしてもクソなんですがね。クソだからクソな老なのではなく、な老だからクソな老なのだ。クソな老だから特に理由のない暴力を主人公に与えて復讐を誓わせるし、クソな老だからその後取ってつけたような美少女もセットで出してくるわけですね。最初に言ったクソな老からのキャリアアップ云々にも通じますが、クソな老の中にある限りは、必ずクソな老の中に居続けるわけなので、本当に頭がいいアピールをしたいのであれば、まずはここから脱却できるようクソな老以外の構成力を身につける努力をしようねって話です。さて邪神と話をしていると荒野に瞬間移動をさせられました。どうやら人類未踏の地らしく、まだどこの国にも所有をされていない土地らしいです。だが実際荒野なので、作物は育たないし水源もないのだった。ですが、なんと邪神パワーによって、地下水脈のある場所がわかるのだ。じゃあシャベルをあげるから掘ってどうぞ。このシャベルは溜まった疲労を感じなくさせる神器であり、それをそのままおっさんに伝えると、そうか、疲れ向こうか、と反応をしたのだった。さすが神器ね。相手の言葉も曲解するのだから、だからどっちだよ。おっさんの無能さのせいで勘違いをしているという描写にしたいのか、疲れを感じない効果を持つシャベルがまた別に認識改変能力も持っているのかはっきりせんかい。そうして疲れを感じないだけの効果を持つっぽいシャベルを使って20メートルほど垂直に掘った結果、無事地下水脈を掘り当てました。このおっさん一体何百馬力くらいあるんですかね。さて神官であるおっさんが邪神のために地下水脈を掘り当てたので、その際の信仰パワーを使って井戸的な建築物を整備してくれたのだった。その後シャベルを離したら疲労で倒れたので邪神が寝床として大量の藁を出してくれました。その藁はどういう理屈で出せたんですかね。何も信仰関連の行動をしていなくない。翌日モーニングセットめいた朝食も出してくれました。だからそれはどういう理屈でいかやく。なおこの後10ページくらいおっさんの食レポが入ります。異世界産の食材でやるならともかく、現代日本のモーニングセットの食レポを異世界漫画でわざわざされても困るのですが、ところで邪神は普通の紙とは違って邪神なのだが、なぜ邪神なのかの説明をしてくれました。通常は水なり火なり1種類の権能しか持たないのだが、彼女は水と宇宙の権能の2つを持っており、それゆえ通常の神ではなく邪神と呼ばれているのだ。その理屈だとゼウスとか超邪神にならない？そんな説明をした後、家を建てることにしました。
植物が一切ない不毛の地であるので、シャベルで石を切り出して建材にすることにしました。その理屈はおかしい。このシャベル、切れ味アップの能力でもついているんですかね。というわけで切り出した石は、だいたい1メートル四方の立方体でした。これらを持ち歩いて加工をしたんだって、ちなみに1立方メートルの石材の重さは約2トンですね。普通に衛兵返り討ちにできそう。というわけでまた疲労で気絶しました。すると邪神は温泉を沸かせてくれました。なんで、水脈を掘る行動が進行になって井戸を整備する神の権能が使えたのなら、温泉を沸かせるなら温泉を沸かすための行動をおっさんがやっていないとできなくない。なお硫黄の匂いがするようです。10メートル以内の井戸とか絶対有毒ですね。その辺はご都合主義で浄化したりしなかったりできるようですね。そこは厳密にやった方がよくね。さてクソな牢で温泉を沸かせたということはもちろん、お分かりですね。はい、邪神と一緒に入浴します。でしょうね。そういうところがクソな牢って言われるんやぞ。風呂に入りながら邪神説明。神が見える才能を持つ者はかなり貴重であり、そしておっさんはつまりそれなのだ。なので神官にしたんだってさ、その説明のために脱がせたのか、そっか。ってなるかい？ところで翌日の朝食はホットケーキとキウイでした。朝食にホットケーキを許容できる人なんですね。なお邪神も普通に食べていました。食事がいるんだ君、うんことかもするんですかね。一応神の祝福があればうんこはいらないそうです。その理屈だと食事もいらなくならないっすかね。なお食材は町から持ってきているそうです。君のできるできない判定がバガバすぎない。っていうか神官がいなくても世界に干渉できてるじゃん。わざわざ用意する必要本当にあるの？食後、だいたい10メートル四方の石造りの家ができました。一日で。筋力すごいですね。なお建材は当然例の1メートル立方体石材でした。バキ世界の住人か何か、そして家が完成しておっさんが神の力に適応してきたところで、第一巻が終わりましたね。おろろ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 。あのさ、作者のアピールが強すぎて整合性が全く取れていないんだよね。神は神官の行動によって信仰力をもらってそれに対応した奇跡を起こすことができる、という設定を明記しているのに、別に神官が行動をしなくても権能は使える、となっているので、明らかに矛盾しているんですよね。同じような初期設定との矛盾が本作では非常に多く、そこは完全に作者の都合、話の都合で後からできるようにしたということが明らかなのですが、一方で、俺の考える神の概念はこれだ。という作者からのアピールがバリバリに入っているので、冗談はまずお前の話をまともなレベルにしてからにお頼み申し上げたいところですね。面白くないのは別にいいのですが、後付けで何でもかんでも、実はこれもできる、と、どんどん付け加えてくるので作者のエゴとの乖離が強くなり続けていくんですよね。それだけならまだしも取ってつけたような邪神混浴もするのでクソは確定といったところですね。総評ですが、作者の自意識は強いくせに話はクッソガバガバなクソなろうですね。頭が良くない人が自分は頭がいいのだと必死に主張してくるような滑稽さを感じます。率直に言って、痛々しい、ですね。ちゃんと神の権能とかの初期設定を守れば、まあその辺の分別はつく程度の頭なのかなとは思いますが、そうではないので当然思いませんね。最後に漫画家ですが、へったくそですね。女はともかく男が特にひどいです。おっさんがメインの話でおっさんの作画がおかしいのは致命傷を通り越して絶命レベルですね。それでは今回紹介しました作品、捨てられおっさんと邪神様の異世界開拓生活、スローライフと村づくり、時々ぎっくり腰、作家人生開拓生活もいいですが技量開拓ももうちょっとした方がいいと思います。以上です。ほな、また。